こんばんは。クラリネットギルドファンタジアのあかねとつちです。2023年3月8日水曜日、本日もクラリネット、そしてファンタジアメンバーの魅力と可能性をじゃんじゃん発信していきたいと思います。ということでね、よろしくお願いします、よろしくお願いします。あかねちゃん、ついにね、2023年も3月になっちゃいましたね。早いですね。もう最近花粉が、昨日あたりから来ましたよ。ついに花粉がやってきました。管楽器奏者の敵である花粉が辛い。でもこれね、不思議なもので、演奏中ってちょっと鼻水止まったりしないですか？止まらないですか。私薬飲んでなんとかこうさ待ってるタイプなので。なるほど。止まるんですか？クライネット吹くとピタッと止まるんです。これは止まらない人もいるのか。いると思いますよ。それは大変だ。はい、ということで少々始めますか。始めますか。それではクラリネットの新しい世界へ皆様をお連れいたしましょう。クラリネットギルドファンタジアの はい、ということでね、始まりました。あかねちゃん、なんか、最近面白い映画を見たんだとか。はい、今日なんですけど、朝っぱらからブルージャイアントっていうジャズの映画を見てきました。有名だよ ね、ブルージャイアント。あれ、うちの兄貴が確か好きだった。あ、そうなんですね。つっちさん見ました？僕は見たことないんです、実は。見てください、絶対見た方がいいです。なんかね、ジャズの話っていうのは知ってるんだけど、さあどういう話なんでしょう？世界一のジャズ奏者になるっていう目標を持ったテナーサックスを吹いている少年が本当に世界一を目指してどん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 こう頑張っていくような話なんですけど、いやもう本当に、主人公もそうなんですけど、その周りの、一緒に音楽をする仲間たちの成長過程とか、それぞれのバックグラウンドを想像するともう、泣けてきてしまって、必ずハンカチ持って見に行った方がいいです。本当に、もう結構じゃあ泣ける映画なんだ。泣けますね。泣けますし、音楽がとにかくいいです。うわ、そうなんだ。これ演奏は誰がやってるんだろう？音楽は上原ひろみさんっていうピアニストの方が全部担当されてて、うわすごいな。めちゃめちゃもう最高の感じになってますので、最高だね。見に行ってみようかな。そしたら、ぜひぜひ皆さんもズッチーさんも見に行ってください、でね、ジャズといえばですけど、ジャズといえばクラフェスで共演する谷口英司さんというクラリネット奏者さん、ジャズ界でとっても有名な方ですけど、なんと今回ラジオでね、ゲストで喋ってくださるんですよ。めちゃめちゃ楽しみです。すごいよね。こんな大御所の方にここに出演していただけるなんて、めちゃめちゃありがたい。ついに我々もここまで来たから。すぐ調子に乗っちゃう。ねえ、こんな異世界というか中二病ギルドというかね、我々の得体の知れない王道ジャズクラリネット奏者の方が出てくださるので、めちゃめちゃ嬉しいです。すごいですね、ということでね、我々の話が長くなってしまってはね、皆さん谷口さんのお話を聞きたいでしょうか、ね、さっさと行きましょう。さっさと行きましょう。はい、はい、さてここからは音楽のコーナーになります。まずはツッチーさんの方からお届けしたいと思います。ツッチーさん、曲の説明お願いできますか？はい、わかりました、僕の方からはですね、2021年の5月に自分の方の YouTube のチャンネルで出しましたAdoさんのオドという曲をですね、お送りしたいと思います。それではお聴きいただきましょう。Adoさんの曲でオド。
かがだったでしょうか。アドさんのオドでした。続きましては、あかねちゃんの方からお届けしたいと思います。では、あかねちゃん、曲解説をお願いします。はい、ありがとうございます。以前も初めて私がこのラジオに出演した時に流した曲なんですけれども、私のオリジナル楽曲、ブライストーンを改めてもう一度お送りしたいと思います。実はですね、この度3月3日にブライストーンの楽譜の出版が決定しまして、現在ロケットミュージックさんからの出版なんですけれども、オンラインと全国のヤマハに楽譜が置いていただけるということでありがたいです、はい、挑戦する人のことを応援する曲なので、誰かのことを応援する時にぜひ吹いていただきたいなと思います。それではお聴きいただきましょう。まさきさん作曲、あかねオリジナル楽曲、ブライストーン、お聴きください。質問お悩み相談にお答えしていきたいと思います。まず最初のお便りはこちら、 PGAJTN さんからの質問です。あかねさん、どうしたら連符のところを早く指替えできるようになりますか、という質問です。はい、ありがとうございます。連符ですね、私も連符は結構苦労したんですけれども、連符の練習方法としてはリズム練習をたくさんやりました。大事ですね、リズム練習。楽天のターンタ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 っていうリズムと、タタ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 みたいなリズムと、いろんなリズムパターンがあるので、それで練習して、あとタンギングしたりとか、あと拍の頭で区切って、タラララ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 とか、タタララ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 みたいな練習をしましたね。つっちさん、どうですか。いや、まさにその通りで、アーティキュレーションをね、変えテンポを変えながら、練習していくっていうのが一番早いですよね。そうですね、ゆっくりからが大切。そう、あかねちゃんが言った通りというか、はい、はい、PGAJTN さんもぜひそのようにね、練習してみてください。はい、では次の質問いきたいと思います。はい、お願いします。おぬぽんさん、ベーム式からウィーンアカデミー式に乗り換えるときに一番大変だったことは何ですか、とのことです。そうですね、ベーム式からドイツ管に乗り換えるときということですね、はい、何しろやっぱり指使いが違うというので、そこがやっぱり一番皆さん苦労するところではあると思うのですが、うん、私実は仕掛けに関しては元からドイツ管のマウスピースをですね、オットマーハンマーシュミットのリフォームドベーム
につけて吹いてたので、仕掛けはそんなに変わらなかったんですね。なので、指だけでしたね。僕が乗り越えなければならなかったっていうのは。まあ指が本当に最初は苦労したんですけど、乗り越えた方法としてはスケールをですね、全長毎日ですけど、本当にゆっくりなテンポからやっていくと、ドレミファソラ、もうこれくらいバカらしくなるぐらいのリズムで一個一個前兆やっていくということをやっておりました。いや、やっぱゆっくりからの練習大事。そうです、本当にゆっくりから練習することは何でも大事ですね。でも人間不思議なもので、そうしますと本当に自然と指が動いてくるというか、フランス管とドイツ管が別の楽器っていう、頭がこうスイッチでカチッて切り替わるように、ちゃんと動くようになるんですね。これはね、不思議な体験なので、ぜひドイツ管に興味ある方、皆さんもぜひ挑戦してみてもらえればなと思います。はい、はい、ドイツ管人口を増やしていきましょう。増やしていきたいですね僕は。はい、ということで、次の質問に行ってみましょう。心クラリネットさんからの質問です。いつも応援してます。基礎練習で絶対に毎日やっていることはありますか、という質問です。はい、基礎練習ですね。やっぱりロングトーンとスケールはやってますね、うん、やっぱこう基本のところなの で、 そうです、ね、中学生の時から今もずっとできる時やってますね。もうスケールとロングトーンということで、うん、そうですね、うん、ツッチーさんどうですか。僕もやっぱり同じようなもんですよ、うん、本当にスケールはやっぱり欠かせないと、うんうん、まあ、クラリネットギルドみたいな曲だったりとか、ね、例えば、まあ、ジャズみたいなものをやるとしたら、またそれは別のね、基礎練習が必要になってくる部分もあるのかなとは思いますけど、うん、まあ、大体の吹奏楽曲、クラシック曲だったら絶対にスケールですね、基礎練習は。そうですね、間違いないです。間違いないです。はい、はい、という回答です。はい、では続きまして、ペンネームピコピコリミリンさんからのお便りです。はい、友達との別れ際、笑顔で手を振った後、どのタイミングで顔を真顔に戻すか悩んで夜も眠れません。皆様はどのタイミングで顔を戻しているのでしょうか、とのことです。非常にユニークな質問が、いや面白いです ね、 ましたね。はい、まあ、夜は眠れると思います、僕に関しては。そうですね。そうですね。でも、笑顔で手を振ったとか、でもこれは悩まないですね。あかねちゃん悩みますか、これは。私は結構スンってしちゃうタイプかもです。スンってしますよね。スンってしますね。僕の場合はなんですけど、はい、手を振った後に例えば駅だったりするじゃないですか、うんうん、やっぱり別れる場所って、はい、そうしますと通行人の方々がいっぱいいらっしゃるわけですね。そうですね。それでいつまでも笑顔のままこうニコニコ歩いてると、なんかやばいやつなんじゃないかって思われちゃうと思うので、うん、僕はなるべくこう早く真顔にね、うん、戻す努力をしてるんですけど、はいはい、そうですね、うん、まあ、友達から見えなくなったタイミングですね、うん、そうですね、顔が見えなくなったタイミングでもうスンですね、はい、というタイミングです、はい、参考になりました。参考になれば。はい、はい、では続きまして、応援コメントを読み上げていきましょう。こちらは、以前の動画にコメントがありました。ゆゆゆみみみさんから、全国ツアー楽しみにお待ちしておりますということです。ありがとうございます。嬉しいですね。私のファンの方ですね。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、本当に全国ツアーできたいですね。そうですね、まあ、うん、目標は世界なんで、はい、はい、なんでまずは日本で全国ツアーやりたいですね、はい、やりたいです。頑張っていきます。頑張ります。はい、では続いての応援コメント、あかねさん読み上げをお願いします。はい、もふもふさんからのお便りです。はい、皆さん好きだけれども、マリカちゃんの声が好きすぎる、ね、独特な、はい、元気が出る声してますよね、マリカちゃん、ね、そうですよね、可愛くて、うん、明るくて元気が出る声でいいですよね。いや本当にキャラクターが、ね、出た声だと思います、うん、本当にありがとうございます。ということで、お便りくださった皆様ありがとうございました。これからもたくさんのメッセージお待ちしております。お願いします。皆さんようこそ栄光の神殿へ。ここは人々に勇気と希望を与える勇者様たちのお話を聞けるスペシャルスポット。それでは早速、本日の勇者様にお話を聞いていきたいと思います。レッツヒーローショーター。はい、本日の勇者様はこの方、ジャズクラリネット奏者の谷口英二さんです。どうもよろしくお願いいたします。勇者扱いなんですね、ここではね。はい、勇者様でございます。おいいね。
なんと我々のギルドにこんなビッグネームなお方が、ね、はい、ゲスト出演していただきます。ありがとうございます。いやもうなんか長くクライネット吹いてるだけなんで、勇者でもビッグでもなんでもないんですよ。とんでもないですよ。そんなことないです。本当に、ね、日本のジャズクライネット界を牽引してくださっている方ですので、はい、今日はそんな谷口さんにいろいろお話を聞いていただきたいと思いますので、まず自己紹介をお願いいたします。主にジャズを演奏するジャズクラリネット奏者ということになるかと思います。年齢的にはもう50代半ばで、まあ、なのでミュージシャンとしてのキャリアは、まあ、大学を卒業してからという感じなので、まあ、30年以上ぐらいやってまして、あとはまあ、はい、音楽大学の先生とか20年ぐらいやってます。はい、そんな谷口英二がお届けします。いいですかこれで。合ってます、ありがとうございます。合ってます、合ってます。あ、よかったよかった、はい。谷口英二さんといえば、あの YouTube もされてるそうで、 YouTube ではどんなことをされてるんですか？はい、まあ、実は YouTube を始めたのがコロナ禍に入ってから初めてやったっていうパターン で僕も YouTube とかほとんど興味がなくて、まあ、興味がなくてっていうのは、まあ、自分がなんか発信するとかそんなはしたないなって思ってたんですね。でだけど結局大学でオンライン授業をやる際に、まあ、どうやってもその、まあ、例えばオンデマンドの内容をどっかに動画を作ってアーカイブせよとか、もうアーカイブせよとかオンデマンドとかよくわかんないけど、なんかそういう言葉すら僕発したことがない人間だったので、まず自分にできるのかどうなのかとか一人で、それから、どれぐらいのクオリティのものを作るのにどれぐらい時間がかかるのかとか、そういうことをテストするために、まあ、練習として始めたんです。練習で始めたんですか？はい、それでなおかつもうとにかく2020年の 3,4,5 あたりっていうのは全く演奏活動も対面レッスンもできなかったので、まあ、とにかく何か発信したいなっていう思いがあって、まあ、練習を兼ねて、まあ、慌ててその YouTube チャンネルを立ち上げてっていう感じなんですね。ということですが、ということはお一人でこれ編集やられてるんですか？あ、そうです、あの友達いないから僕、そういうことです。あのというか本当にコロナ禍に入ってあの時ってね、まだよく分からなかったじゃないですか、です、ね、あのコロナっていう病気のことが、はい、だからもう本当に家に家族とこもってるしかなくて、まあ、そうするとあの自分で全部やらなきゃいけないので、なんか見よう見まねで、すごいですよね。あの例えばあの夜にかけるもう YouTube でやれてるんですけど、あの、はい、PV 風に撮ってらっしゃるじゃないですか、はい、ご自分で撮影されてるんですか、もしかして？あ、もちろんそうです、スマホともう1台 iPad 的なタブレットは使ってるんですけど、基本的にはコロナ前から持ってるデバイス、あ、デバイスなんていうのね、この3年デバイスを増やさずにどこまでカメラいくつも持ってるように見えるように編集できるかっていう、そういうチャレンジはしました。創意工夫されているということですね。ズームアップの時にもちろんあの固定カメラで撮ったものを電気的にズームすることもできるんですけど、ちょっと画像が荒れますよね。そうですね、うん、なので実は人力で自分で近づいていたりして物理的にそう、あとあのカメラが回り込んでいくやつとかも自分でカニ歩きしながら回り込んでいくやつ、なるほどそうだったね。もうなんかすごいデジタルなのかアナログなのかのせめぎ合いみたいな、あのそうやって本当に暇だったからなんか遊んでたわけですよね。でテレビ局の友達とかいて、うん、テレビ局のやっぱりその専門家が、はい、いやあれそのスマホとタブレットだけで撮ったとは全然見えないって言ってもらった時に、ね、やったーって思いましたね。びっくりしました。すごいですね、発想が素晴らしいです。あのなかなか我々平成生まれにはない発想。いやいや、あ、すいません、なんかそのもうね、そうこのアナログの時代をね舐めてきた人間のね、素晴らしいです、発想力見習いたいですわね。それではあの名古屋クラフェスでね、谷口さんと我々が共演できるということで本当に光栄なことなんですよ。ありがとうございます。いや、こちらこそ。いや、本当に嬉しいです。楽しみしてます。谷口さんのあの名古屋クラフェスへのなんか意気込みというか、そういうものをお聞きできればなと思っているんですけれども。はい、要するにね、そのただ僕が出てジャズを演奏してっていうパターンはいくらでもあったんですけど、はい、今回その皆さんのユニットの非常にそのクラリネットの演奏形態としてはもう未来型というか、ね、ちょっと不勉強で前もって皆さんのことちょっと知らなくて、いい後からいろいろ調べたり、あのマリーさんと打ち合わせとかしてるうちに、君たちは一体何なんだろうみたいな
クラリネットを吹くのかねみたいな、もうなんかちょっとそういう衝撃を受けて、得体が知れないです。あ、でもね、すごい皆さんの演奏とか、もうこれはクラリネットにしかできない世界をちゃんとやってて、すごいなと思ったんですけど、そういう、まあ、未来型のというかね、全く新しい時代のアーティストの皆さんと、それとそのジャズっていうある意味まあクラシックと同様、最も古い形のシステムと、それがまあ一緒にステージの上でやるっていうことで、果たしてそれがまあステージ上でね、どういう風にコラボレーションするかっていうのはもう本当に興奮しますね。うん、これがうまく組み合わさって機能して、新しいイノベーションみたいな、ね、イノベーションそう、はい、もう僕多分調子乗っちゃうねこれね。最近谷口さんジャズやるとき武将の格好してるんだけど、ね、調子に乗るところが違うですね。そっちか、見た目の方でそうそう、あのマリリンなんかよく武将隊とコラボレーションしておりますね。谷口さんもぜひ武将隊とコラボレーションしていただいて、ぜひ。そうね、そういうの大好きだからね、本当はね。コスプレジャズ奏者としてね、いいかもしれない。いいかもしれないです。はい、ということで、本当にこんなに有名なジャズクラリネット奏者の谷口さんと共演できるということは嬉しいというか、なんか信じられなくて、我々が共演していいのかという、ね、話が、あの我々の方で巻き起こっておりましたけど、はい、いやいやいや、もうなんかジャズなんていうのはもう本当に皆さんの近距離で少ない人数のお客さんたちに向けて毎週毎週演奏することが普通なので、会いに行けるおじさんということで気楽に捉えていただければ本当に会いに行けるおじさん面白いです ね、 いいですね、うん、まあよく考えると普通ですよね。確かに。ということで面白い話がたくさん聞けましたけども、谷口さんの出演情報というのは、はい、どちらで見られるんでしょうか。もうそれこそ昔ながらのいわゆる公式サイトっていうやつですね、俗に言うホームページ、ほど、これはもうあの昔からやってまして、はい、多分谷口英二で検索すると、はい、ほぼ僕が出てくると思います、はい、なんかもう一人ね、全く同じな谷口英二さんで、こう、関西の方のね、なんか外科のお医者さんかなんかいるんですけど、たまにその先生がなんか本出したりすると順位が入れ替わってたりするんですけど、まあほとんど発信的には僕の方が強いので、名前で検索してまあジャズの話が出てきたら僕ですので、それであの公式サイトにたどり着いていただければ、そこにあの一番詳しいアップデートされた情報が、コンテンツが盛りだくさん、うん、はい、ということで、はい、と公式のホームページがあるということなので、うん、ぜひそちらを、見に行ってくださいということで、はい、ちなみに土屋陽平という名前もですね、ゴルフプレイヤーで有名な方がいらっしゃいます、ね、あ、なるほど。あとね、谷口英二っていうね、あの将棋の人もいたんです。将棋の方もいるんですか。うん、なんか真面目なのが多いですね。そうですね、なんかね、何か堅実なという、うん、あかねちゃんも何か被ってる方がいらっしゃるんですか。実はですね、須田あかねと検索するとモデルの方出てきます、はい、モデル。あ、なんかそれ見た気がする。あ、本当ですか。須田あかねさんの情報ちょっと見たいなと思って検索した時に、はい、あ、モデルもやってんだと思って、ちょっとなんかと違うかなみたいな、ね、そうですね、違う人ですね、うん、そう、あのあかねさんといえばね、はい、結構ね、東京での住まいが同じ地域というかね、活動してる地域が、はい、大体。なるほど、はい、そう、それで教え子がつながってたりとかしてて、お互い、実はそれでその教え子のステージを茜先生が見に来てくださって初めましてみたいなことがあったりしたのですが、一緒にクラリネット奏者として音出すのは今度の名古屋が初めてという、はい、すごいですね、まさかの名古屋でこの壮大な、ね、地域を超えたコラボレーションみたいなね、はい、何かお二人は縁があるようですね。ご縁がありますね。全然ちょっと無駄話なんですけど、土屋さんってむちゃくちゃ喋りとか声が局アナっぽいんだけど、うんうんうん、思いますね。初めて土さんがラジオやるってなって、それ聞いた時にあれプロかなって思いますね。ラジオ向きというか、はい、素晴らしいですよね。ど素人でございますけれども、うん、小学生のあだ名が、アナウンサーだったということもありまして、やっぱりそうなんだ。小学校時代から割とこういう喋り方でやっておりますけど、いやいや素敵ですよ。ありがとうございます。じゃあここからの時間、土屋さんを褒めそやす時間にしましょうか。いや、いいですよ。私あくまで進行役ということなんで、そんなそんな、はい、失礼しました。いえいえいえ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ということで、ゲストの谷口英二さんにお話しいただきましたけども、はい、本当に素晴らしい、ジャズの奏者の方なので、ぜひ皆さんも、谷口さんについて調べてみて、あのたくさん曲を聴いてみてくださいということで、
はい、はいはい、ありがとうございます、はい、ということでそれでは最後に谷口英二さんの曲を聴いていただこうかなと思います。はい、はい、では谷口さん紹介をお願いいたします。はい、それでは4月1日にリリースされる新しいアルバムから1曲をお届けしたいと思います。クラリネットアンサンブルアクアミューズと谷口英二による本格的ジャズアルバムブルースウィングから A 列車で行こうを聴いていただきます。なお3月下旬には9都市12公演の発売記念ライブツアーも予定されていますので公式サイトでチェックしてください。さてここからはお知らせコーナーになります。まずはファンタジアのお知らせです。今回のこちらの放送の4日後ですね、2023年3月12日クラリネットフェスティバル in 名古屋ということで、こちらがですねクラリネット協会さんが主催の、フェスティバルですけども、こちらに我々クラリネットギルドファンタジアが17時5時からの出演となります。ということでね、こちらで先ほどねゲストで来てくださった谷口英二さんとも、コラボレーションしますので、ぜひぜひお近くにお住まいの方もしくは遠方からも、ね、ぜひ来てほしいですけども、ぜひ会場でねお会いできればと思います。お待ちしております。では続きましてあかねちゃんからお知らせです。はい、この放送の次の日なんですけれども、3月9日に第2回の東京クラリネットフェスティバルが開かれるということで、なんと私あかねがゲスト出演させていただきます。辻本義弘さんが企画して主催してるんですけれども、初めて今回私ブルーノート東京に乗せていただくということで、めちゃめちゃ貴重なステージとなりますので、ぜひ皆さん聞きに来ていただけるとすごく嬉しいです。しかもあのもう一人のゲストの方が北村英二さんということで、すごい、またこれまた大御所の93歳のまたまたビッグネームクラリネット奏者の方が来てくださいます。北村さん93歳なんだ、すごいですよね。はい、ぜひもうこの貴重なステージとなりますので、皆さん聞きに来ていただけるととても嬉しいです。はい、ぜひぜひ聞きに行ってください。続きまして他のメンバーのお知らせです。はい、これはマリーさんからのお知らせになります。
広島県福山市の田尻町にて3月19日日曜日3年ぶりに開催されるあんず祭りにて政治出演されるということです。場所は十三仏講堂で、マリリンの出演は13時20分、1時20分から2時となります。お花に囲まれた素敵なステージですので、背景だけ清楚系マリリンがお楽しみいただける絶好のチャンスとなっております。背景だけ清楚系ということでね、はい。お時間ある方はぜひお越しください。また3月12日に同会場にて菜の花祭りも行われているそうなので、合わせて遊びに行ってみてくださいとのことです。はい、背景だけ清楚系なんですね。背景だけねなんかそのギャップもね、楽しんでいただけたらと思います、はい、いいですね。はい、そして他のメンバーのお知らせを赤井さんではお願いします。はい、大野まりかちゃんと葛島さんによるクラリネットデュオリサイタルがなんと3月9日クラフェスの3日前ぐらいですかねに行われます。時間は18時45分開演で、場所は名古屋のフィオリーレというホールにて行われます。チケットの予約や当日券などの情報は葛島さんのツイッターか SNS をご参照くださいとのことです。はい、いや面白い組み合わせですね。そうですね、名古屋の2人ですからね、うん、そう、うん、名古屋組ということで、はい、ぜひぜひ皆さん葛島さんとまりかちゃんのクラシックコンサート楽しみにしててください。以上、お知らせコーナーでした。そろそろお別れの時間がやってまいりましたということでね、はい、第7回のラジオも盛りだくさんの内容でしたが、もう盛りだくさんでした。やっぱりあの質問とかいっぱいもらえると嬉しいですね。そうですね、うん、なんでぜひこの動画のコメント欄にもたくさん書いていただけると嬉しいです、はい、どんな質問でもいいのでね、本当にくだらない質問から真面目な質問まで何でもお答えします。はい、この番組は隔週水曜日に YouTube にて公開しております。アーカイブも残っておりますので何度でも視聴可能です。またこの番組では質問コメントを募集しております。吹いてほしい曲のリクエストや質問事項、お悩み相談、応援メッセージなどどしどし送ってください。送り先はこちらの YouTube のコメント欄、またはファンタジア公式ホームページのメール、そして各メンバー SNS のメッセージにてお願いいたします。なおプレミア公開ではリアルタイムにてコメントが可能です。お便りお待ちしております。本日の相手はツッチーとアカネがお送りいたしました。それでは See you next トワイライトレボリューション。この番組はクラリネットギルドファンタジアがお送りいたしました。